おはぴよ、どうもひなぴよです。それでは本日も君が死ね多数決デスゲーム続きやっていきたいと思います。いやー、こんなにね進めるのが怖いと思ったゲームは初めてですよ。誰も死んでほしくね。いやー、デスゲーム系って確かにね進めるのすごい心苦しいんだけど、なんかもう引き込まれるわ本当に。いやー、ちょっとね、みんなのことが好きだからこそね、こう誰にもいなくなってほしくないのに、それを強制されるってすごい辛いわ。これから誰がいなくなってっちゃうのかって考えるだけでもう心が苦しい。いや、ジョー君とかケイジさんが死んじゃったら私もう実況できんかもしれんわ。じゃあ続きやっていこうか。確か、あれ、刑事さんのことを探るっていうのと、あと、あれだ。そうくんが食堂の奥に来てよ、待ってるねって言ってた。から、ちょっとそっちに行こうか。はい。来たよ。確か、そうさんはここに来いと言っていたが。サラさん、こっちこっち。ここだよ。え、そうさん、そこにいるんですか？声のする方へライターで火を照らしてみた。ドア？こんな場所があったなんて。なるほど。ここに行けばいいの？隠し部屋。ほう。暗いでしょ？スタンドしか明かりがないんだ。こんな暗い場所で見せたいものって何ですか？机の上、調べてみてよ。わかった。その前にこっち調べたいんだけど。暗くてわかりづらいが本棚があるようだ。背表紙はちゃんとしてるけど、中身は白紙のノートだったよ。全部。刑事さんは本の並びに理由があるかもね、って言ってたけどね。刑事さんもここへ来たのか。で、明かりがあるけど、これは調べられなくて。じゃあこれか。パソコンみたいなやつが置いてあるね。机の上には何かがピタリと固定されている。これは、ノートパソコンだ。興味深いでしょ？一応起動させてみたんだ。電源コードはついてないけど、予備電力で動いてるみたい。つまり、充電が切れたらおしまいさ。慎重に中身を調べたいんだけど。そうですね。中身は何が？これも罠かもしれませんね。いや、中身調べた方がいいよね。中身は何が？それがね、パスワード。つまり暗号でロックされてるんだ。このパソコン。中が見れないってことですか？適当なワードで試してるんだけど、充電だけが減っちゃって。何か心当たりないかな？誰かの人名？まあ、全部ありえそうだよね。誰かの人名、誘拐犯の組織名、誕生日。人名かな。そっか、可能性はあるよね。それに、もし人名で解除できれば、このパソコンの持ち主である可能性が高い。ただ、全く知らない名前だったら知りようがないんだけど。都合よく、パスワードの書かれた紙が見つかれば一番いいんだけどね。それこそ罠ですよ。あ、そっか。ヒントでもあれば。あ、そっか。ヒントか。もしかしたら、これは誘拐犯側が置いたヒントなのかもしれない。どういうことですか？彼らにとってはどうでもいいけど、僕らにとっては有益な情報がここに入ってるんだよ。謎が解けたら気前よくくれてやる。ダメならダメで構わない。ってね。充電が切れればもう見れない。次元式の宝箱ってところかな。そんな親切な奴らとは思えない。よし、僕はここでパスワードの解析頑張ってみるよ。サラさん、手がかりがあったら教えてね。期待しちゃダメだ。けど、希望がなきゃ上を向けない。充電が切れるまでは、ソウさんも上向いていられるのかもしれない。なるほどね。じゃあソウ君はここに残って、パソコンを調べるんだね。オッケー。じゃあ、あとは刑事さんを、探ってみるか。はい。刑事さんは何か考え事をしているようだ。黙って立ち去る。
いや、そうね。いや、ここは変わんないか。ちょっともう一回喋ってみる？みんな外へ出てしまいましたね。あれ？これどうしたらいいんだろう。あ、でもこれか、あれだ。そうくんの、隠し部屋の話が終わったことで何かまた新しく追加されてるのかもしれないから、違うところを見てみようか。うわ！なんか誰か入ってったぞ。今、人影がいたような。てか赤い部屋開いてんじゃん。開かなかったはずの赤いドアが開いている。行ってみよう。あ、その前にセーブしよう。怖いから。ちょっと待って。何が起きるか分かんないからね。では、赤い部屋行こう。誰？また電気が。あ、いなくなっちゃった。一体、何が起きてるんだ。何者かに呼びかけてみる。誰かいるんですか？一人で行動するのは不安だ。一度戻ってみるべきかもしれない。振り返ると、ドアは固く閉ざされていた。マジ？開かない。閉じ込められた。マジ？どうしよう。ろうそくあるね。ろうそくが立ててある。これは何？何かのメモのようなものが散乱している。なんだこのメモは。6.6%。やぶさめアリス？かな？てかあれだね、アリスってあったな、酒場のさ、お酒飲める一覧みたいなところにあった気がする。5.3%、影山乱丸。4.9%、笹原めぐみ。3.0%、三島和美。三島先生の名前と、知らない人間の名前が書いてある。ん？やぶさめ、アリス？このメモは取っておこう。破れた紙を手に入れた。え？ちょっと待って、これ確認したいんだけどさ。これだけ？なんか3枚ぐらい、3枚ぐらい散乱してたと思ったんだけど、これだけ？か。なるほど。本棚には本が並んでいる。背表紙はしっかりしているが、本の中身はすべて白紙だ。針のない柱時計が置いてある。熊。大きな熊のぬいぐるみだ。ん？なんだ？なんだ、はてなって。絵画の四隅にはネジや釘が打ち込んである。なるほど。これは何？箱があるがネジでしっかりと蓋がされている。で、これ何？これはボトルか。中には水が入っている。ボトルを手に入れた。うわぁ！熊の首が動いてる！ハテナじゃねえのよ。動いてるって。どうすんのよ。燃やす？燃やしちゃおうか？撃っちゃう？ボトル？違うな。ろうそく？あ、ライターでろうそくに火つける。ライターを使ってみるか。オッケー。ライターの燃料がなくなった。あら、マジか。ええー！クマから、涙が、血の涙が出てるわ。持ち運べないようになってんのか。なんで泣いてんの？目から赤い涙を流している。どうしたら。持ち運べない。わからない、わからない。あ、上になんか箱ある。背伸びをしてもギリギリ届かないな。何か適当に足場になるものがないだろうか。足場になるもの？机。熊。なんだかかわいそうだ。拭くものがないだろうか。そうだね。あ、これ足場になる？あ、違う。ならない。これは？足場になるもの？移動できないもんね。オッケー。ちょっと行儀が悪いが、本を足場にして、棚の上の箱を見てみるか。オッケー。うおぉ。これでよし。なんか時計みたいなのあるけど。中身を見てみよう。2本の針を手に入れた。太く、間違った。危ない。長くて大きい針だな。
太くて長くて大きい針っていうとこだった。ちょっと、危ないよ。いや、こういうゲーム、そういうゲームじゃねえから。本棚の奥にはデジタル時計が置いてある。28時75分で止まっている。やば、バグってんじゃん。じゃあ、針を、これじゃない?この針を、時計の針にしてあげるんじゃないか?2本の針はどうやらこの時計の針みたいだ。まずは単針を時計盤のどこを刺すようにつけるか。あ、なるほど。28時75分だっけ?あれ、ちょっと待てよ。あー、調べられない。28時75分だった気がするから、24、25、26、27、28だから4時、単身を、あ、違う、長身を時計盤のどこに刺すように。75分だから、60分、70分、75分、3じゃない?こうじゃない?何も起こらない。あれ、マジ?なんだっけ ?28 時 ?28 時75分だよね。あれ?間違ってる ?28 時。12時が24時でしょ?だって。25時、26時、27時、28時だから、やっぱり4時だと思うんだけど、違うのか?で、長身が、10、20、30、40、50、60、70、75分。え、3じゃないの?なんで何も起こらないんだ?やばい、わかんねえぞ。え?なんで?今適当にいろいろ試してたんですけど。え?5時15分にしたら、なんか動いたらしいわ。え、なんでだ?え、28時って5時じゃないよね?あれ、4時じゃないの?あれ?ちょっと待って、どういうこと?わかんねえ。時計の振り子が動くと、つっかえていた何かが落ちた。やばい、これすっきりしないな。適当っていうのが一番良くない。工具、プラスドライバーを手に入れた。あー、なんでだったんだこれ。ちょっと、後で攻略見とこうかな。はい、ちょっとね、今攻略見たんですけど、なんでかわかんないけど、28時75分イコール、29時75分イコール、5時15分って書いてあって、なんで29になるの?マジでよくわかんない。なんで?どこにそんな要素あった?なんかあったっけ?そんな。わかんねえ。まあいいや。とりあえず、多分プラスドライバーはこの絵画でしょ?絵画の四隅にはネジや釘が打ち込んである。ご丁寧に全部違うネジで止めてある。4種類の工具がなきゃ外せない仕組みか。あ、マジ?こっちか、じゃあ。箱があるがネジでしっかりと蓋をされている。マイナスドライバーがあれば開きそうだが、私の持ってる工具には入ってないな。あら、どうしたらいいんだ?大きなクマ。拭くものがないだろうか。あ、このデジタル時計は?あ、違うか。え、プラスドライバー?拭くもの、これ?これで拭く?ああ、よしよしよし。君は悪いが、少しかわいそうだな。この気になるメモ以外で拭いてあげるか。なるほどね。熊の涙が止まった。うん。熊の口から何か出てきた。工具マイナスドライバーを手に入れた。オッケー。で、マイナスドライバーで、これだ。箱ね。箱があるが、ネジでしっかりと蓋されてる。このマイナスドライバーで箱が開いたと。また工具が入ってる。工具六角レンチを手に入れた。おお、どうしたどうしたなんで、あ、頑張って。え?なんかここ赤くなったよ。あ、なんか血出てるよ。どうしたの?床に赤い液体が滴り落ちている。え?上からこぼれてるってこと?で?六角レンチと、プラスドライバーとマイナスドライバーと、もう一個何が必要なの?え、全部揃ってんのか?え、あとどうしたらいいんだろう?あ、そうか、わかった。これで、ボトルで、この、滴り落ちてるやつを、こう、流してあげる?あ、違うか。え?
どうしたらいいの？あ、来た来た来た。床の隙間に工具をねじ込めば開きそうだ。おお、床が開いた。床の下には赤い液体がどんどん溜まっていく。なるほど。下にはいけない。あ、これでボトル？水を入れれば水かさが増しそうだな。ん？何かが浮かび上がったな。なんだい？赤い液体には何かが浮かっている。できれば液体に触れたくないな。工具、釘抜きを手に入れた。なるほど。で、これで4つ全部揃ったね。はい。よし、4種類すべての工具がある。取り外せるぞ。絵画を取り外した。え？壁が、開いたね。ちょっとセーブしよう。怖いから。音ないの怖いよ。行ってみるか。開けますか？はい。あ、こう、ロッカーなのね。開けましょう。嫌な予感がする。落ち着け、私。開けるぞ。嫌だ、これ。この感じ。うわぁ！びっくりした！ちょっと！やぁ！そりゃ叫ぶわな。男？え？助け。え？え、なに？倒れちゃった。あの、どうしよう。え？大丈夫ですか？意識がない。どうしよう。起きる前に逃げた方が。あ。ダメだ。そうだよね。お母さんも倒れてたんだもんね。いい人かわからないけど、この人は助けてと言った。なら、連れて行こう。手間取りながらも男に肩を寄せて担いだ。どこにも怪我はなさそうだけど、慎重に連れて行こう。なるほど。え？もう何もない。じゃあ移動しようか。いや、出れるようになったのか、これで。はいはいはい。よいしょ、ちょっと待って。あ、サラ。で、どうしたんだ、それ。私の姿を見るなり、突然倒れたんだ。ジョー、手を貸してくれ。わかった。みんなのところまで運ぶぞ。そのつもりだ。オッケー。じゃあ、今日は時間もいい感じか？ちょっと短いかな。ちょっと短そうだから、もうちょっとやるか。通路。広間。おい、どげんした、そいつ。意識がなくて。おりゃ、ようわからん。誰かわかるやつに見せるんじゃ。わかるやつ？わかるやつって誰だろう。誰かいる？酒場の中に誰かいる？誰もいない。それこそなんか三島先生とかなら詳しそうだったけどな。もういないんだよな。ああ、辛い。ああ、辛い。食堂の奥。隠し部屋行けないの？ああ、ごめんごめん。ここにいるよ。うわ、誰その人。僕には手の施しようがないよ。ごめん。いや、そうだよな。そりゃそうだわ。ちょっと刑事さんのとこ行ってみるか。ピンクの部屋。ん？サラちゃん、それって。ああ！どういうことだよ、その肩の野郎は。手を貸してください。実は。私は赤い部屋での出来事を話した。安心しな。気を失ってるだけだよ。何者なんだろうな、この人。首輪がついてるね。首輪？そうか、彼は仲間です。縄で縛りましょう。そうか、彼は仲間です。だといいね。今まで姿を見せなかったから、おまわりさん警戒しちゃうけど。いや、その立ち絵見たことないですよ。いいですね。確かにこの人、今までずっと赤い部屋にいたのか。この人が起きるまで事情を聞くことは難しそうだな。まあ、動けなくしときゃ心配ないだろうね。起きたらゆっくり事情聴取と行こうか。少
少しほっとすると室内の状況にどうしても気が向いてしまった。あの、刑事さん、まだナオさんたちは？あ、ずっとあのままさ、一歩も動かないよ。おまわりさんも見てるのが辛いね。刑事さん、部屋から出ればいいじゃないですか。もしかして調査したいんですか？こっちかな。まあね、辛いけど誰かがやらなきゃいけない仕事さ。ちょうどプロなんだ、おまわりさん。ただ会話したことのある相手をこうして調べるのは初めてだけどね。やっぱ辛いっすよね。バーカ、ナオちゃんの方がよっぽどだよ。尊敬する人を失っちまうなんてな。あの刑事さんにも尊敬する人っているんすか？いたけど。部屋にいる方へ連絡を行います。遺体の回収を行うため速やかにその部屋を退出してください。遺体を回収？ふざけないでください。先生は誰にも渡しません。逆らうことは許しません。霧の散布を開始します。わ、またガスかよ。やめてください。先生は死んでなんかないんです。そう言うとナオさんは先生の一部を九太郎さんが持ってきた箱に入れた。何するにゃ、そんなことしちゃダメだわ。どいてください。ナオさんは止める手を振り払い走り出した。待つにゃ。銀、ダメだ、待て。こりゃまずいね。追いかけるぞ、サラちゃん、ジョー君。頼んだ、ナオは冷静じゃねえ、丁寧に扱ってくれよ。あれ、どこ行ったんだ。まさかあの階段の先に行ったんじゃ。マジ？おーい、じゃあ、いいとこなんですけど、今日はこれぐらいで終わりにしたいと思います。三島先生の頭持っていっちゃったよ、なおちゃん。いやー、あの、心を救ってくれた先生だったんだろうね。そこまで尊敬するってことはさ。ちょっとね、なおちゃん今ちょっと正気じゃないよ。でも、いや、気持ちはわからんでもないから辛いな。ってことで、次回なおちゃんを追いかけるところから始めたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回、おつぴよでーす。